おはもる。どうも、紅茶ガーデンとラティちゃんです。最近ね、もうぷいぷいモルカーがね、流行りに流行ってるっていうことでね、もしかしたらね、これでモルモットの人気がすごい出てね、モルモット買いたいなっていう人がね、いっぱい出てきてるのかなって思って、ぷいぷいモルカーを見てモルモットが気になる、買いたくなったって人いらっしゃいませんか？私モルモットを12年飼ってるんで、その今までの経験とか偏見とか独断とかいろんな話を参考にして、モルモットとは何ぞやということをね、説明していきたいと思います。でですね、私が今までに飼ってきた、飼育してきた生き物なんですけど、まあ、まずモルモットですよね。ラットで、あとはアクアリウム、ヤモリ、ジャイアント月光、昔はハムスターとかカメとかセキセイインコとか、あと犬を、小型犬ですね、小型犬を4匹ほど飼ったりしてるんで、それらの動物と比べてモルモットはどんな感じなのかなっていうのを伝えていけたらいいなと思ってます。じゃあまずよく勘違いされるのが一つ、ハムスターなの？ってよく言われるの。全然違いますね。まずモルモットさんは完全草食です。でハムスターは雑食性が強いですね。なんでね、モルモットはね、ひまわりの種とかそういったものは全く食べないです。でもちろんね、回し車も使いません。あとはね、尻尾もね、もちろんついておりません。でハムスターさんとかは手でこうやって物を持ったりするんですけど、もうモルちゃんは完全に四足歩行になってます。まあ、二足歩行になるのは、ちょっと毛づくろいをしたりとか、すごい餌が欲しい時こうやって立ったりとか、それぐらいしかしないですね。で、皆さん、モルモット飼おうかなって思ってる人、まず第一に調べると思うんですけど、寿命ですね。長くて8年だと思います。で、今、ラテちゃんは4歳ですね。4年目。病気とかもしやすいので、だいたいね、5年以降ぐらいになると病気になったりする子が多くなるかなって印象はありますね。逆に5年以内だったらほぼほぼ病気にはならないと思います。肘に顎乗せて可愛いね。完全草食性なんで、もう餌を切らしては絶対にダメですね。ご飯を2日3日食べなかったら普通にね、天国行っちゃいます。チモシーを食べて腸内環境を良くしてるって感じですね。で、耳はね、結構いいみたいです。お野菜が入ってる袋とかを持ってるとすぐ気がつきますね。で、目はね、なんか下の方はあんまり見えてないですね。足元とかはあんまり見えてないっぽいです。後ろも結構見えてるっぽいですね。で、もちろん頬袋とかもないです。よく懐くのとか懐かないのとか言ってくる人いるんですけど、まあその懐くのレベルがどのくらいかって言われたら、名前を呼んでくるとか、そういうのはそんなに期待しない方がいいと思います。ただご飯あげる時とかは、ご飯が欲しい時泣いたりとかはしてくれますね。他人が来たりするともう全然反応しなくなるんで、一応飼い主かどうかは認識してるっぽいです。温度についてなんですが、モルモットの適温が獣医さん的には人間が少し肌寒いなって思うぐらいがちょうどいいと言われてます。具体的には18度から24度ぐらいがいいそうです。で、寒さには強くて暑さには弱いので、夏場は必ずエアコンをつけて温度調整してあげることが大切です。モルモットの種類なんですけど、毛の感じで種類が変わります。この子はテディモルモットっていう種類で、毛がね、チリチリでテディベアさんみたいな子ですね。この子はシェルティという種類で、毛がね、すごい長くなるタイプですね。こういう感じで毛が長くてストレートで可愛いんですけど、まあ、お尻とかを汚しやすいですね。やっぱり少し管理が大変になってしまうモルモットではありますね。まあ、中にはね、ここをこうやって結んでる人とかもたまに見かけますね。
この子はイングリッシュといって毛が短い種類のモルちゃんになります。うちにいるモルモットの種類はこの3種類だけなんですけど、よく見るのはつむじがねいっぱいあるアビシニアンモルモット、テンパな感じのモルちゃんですね。で、あと毛が生えてないモルモット、スキニーギニアピックで、テディにちょっと似たテッセルのモルモット、縮れがねなんかもうちょっと強化されてるのがテッセル。で他にはねペルビアンモルモット、あと頭だけにつむじがあるコロネットモルモットなどなど、結構ねいろんな毛並みの種類の子がいますね。お値段なんですけど、結構ショップによってもピンキリになってしまいますね。イングリッシュのショートのモルモット、アビシニアン巻き毛のモルモットとかは一番安くて3000円からって感じですかね。でこの子はテディなんですけど8000円で購入いたしました。6000円前後って感じだと思います。モルモットって噛むの？とか気になる方いらっしゃると思うんですけど、ほぼ噛みません。この子たちはほぼ噛みません。結構温厚な動物ですね。でとてもビビリ屋さんです。最初なんかね、私がこうパッて手を上げただけでびっくりしちゃうぐらいのビビリちゃんな子もいましたね。ビニールの音とかも最初はすごい怖がってたんですけど、ビニールにお野菜が入ってるって分かってからはもう全然怖がらなくなりましたね。噛んだとしてもちょっと前歯をバンってぶつけてくるっていうことぐらいしかほぼしないと思います。私12年今までモルモットを飼ってて、喧嘩を止めるためにバンってこう持った時に一回噛まれたぐらいで血は出なかったですね。匂いはズバリメスの方がありません。オスはね独特な匂いを出すんですけど、でもそこまで気にならないと思います。他の生き物に比べて全然匂いはしないと思います。次に餌なんですけど、餌は基本的にチモシーをあげる形になります。チモシーっていうのはこれですね。もうこれを常にケージの中に入れておくことが必須になります。でモルモットが小さい時は、モルモットがまだ若い頃はイネ科のチモシーではなくマメ科のアルファルファというものをあげます。ただですね、そのアルファルファは子供のうちだけにしといた方がいいです。なぜかというと栄養がねアルファルファだいぶ多いんでね、大人になってからあげるとあまり良くないですね。チモシーはねもうこんな感じで常に食べれるようにしております。たまにですねこういう状態だとフィーダーの中に入っておしっこして汚いんじゃないかって言われるんですけど、特に問題はないんじゃないかなって私は思いますね。フィーダーとかちっちゃいフィーダーだと全然入らなくて、うちのモルモット5匹の餌のカバーが絶対できません。で餌なんですが、こちらのねモルモットセレクションというものを与えております。こちらはですねビタミン C が入っておりまして、獣医師さんからも結構栄養バランスがいいよということで、こちらのモルモットセレクションを常に与えております。ただですねビタミン C は日光とか空気中に触れてしまうとどんどんビタミンが抜けてってしまうんで、保存方法には注意した方がいいと思います。うちではですねこのモルモットセレクション1匹に対してでしたかな、よかった。1匹のモルモットに対してだいたい 15g ぐらいあげてます。
ただ若干太り気味な子とかは減らしたりしてますね。一応体重の何パーとかは言われてるんですけど、まあ、毎日抱っこしたりしてみて、あ太ってきたなとか、そういうの見て増やしたり減らしたりしております。他に餌なんですけど、こういったねビタミン C サプリメントを必ず1匹ずつ手渡しであげて食べさせてます。こちらはねうちの子はみんな食べるんですけど、こっちのねチャームさんで購入したイチゴの方はね好き嫌いがあるようです。で割とうちのモルモットはみんなこういう感じの錠剤なんですけど、うちの子はみんな大好きですね。こういう感じですんなりと受け取ってくれます。食べたね、美味しかったね。はい、食べ終わったら用なしです。次にお野菜、おやつですね。獣医さんに聞いたところ10種類ぐらいのお野菜をローテーションしてあげるのがいいそうです。なのでうちが大体あげてるのはピーマン、これは種は必ず取ってください。キャベツ、ブロッコリー、白菜、パセリ、シソ、パプリカ、これパプリカは種をちゃんと取ってください。ロメインレタスとかキュウリ、人参、人参は一緒に食べるとビタミン C を壊す作用があるんで人参単体であげるのがおすすめです。小松菜、大根の葉っぱ、セロリとか、あとトマト、トマトはヘタをちゃんと取ってください。で逆にダメなものは玉ねぎとかチョコレートとか動物に与えていけないもの、有名なものですね。で他にあげてはいけないものがほうれん草ですね。臭酸が強いのであまり良くないです。何気にバナナもデンプンが分解できない成分みたいでね、モルちゃんにはあげない方がいいそうです。次に飼育小屋、ケージについてなんですけど、意外とですねモルモット専用のお家っていうものがね売られていないんですよ。こちらのケージもいいんですけど若干無駄がありまして、もかくんちょっといい、お家へっぺがしてよっ。はい、お家このような感じなんですけど、こちらね下すのこみたいになっておりまして、うさぎさん用のお家なんですけども、うさぎさんはですね手のひらがかなり こういう感じになってるんで、すのこに足を落とすことはないんですけど、モルモットさんの足はですね、モルモットさんの足なんですけどこのような感じで後ろ足が3本で前足が4本、ちょっと見にくいかな、前足がね4本なんですよ。あららら、あららら、らかじった。なのでね基本こういったすのことか金網を敷いて飼育するっていうのはおすすめできないですね。結構ビビリさんなんで、こう一回足が落ちてびっくりしてね骨折したりする子がねちらほら聞いたことがあるので、私的にはあまりおすすめいたしません。なのでねこんな感じでうちはペットシーツを敷いております。でこのケージのいいところなんですけど、私はですねよくモルモットをお散歩させることが多いのでね、こうやって階段になってるのがいいなっていうことでこれを2台使っております。こちらの商品リンク概要欄に貼っておきますので、気になる方いらっしゃいましたらぜひぜひ見てみてください。一応この下もこういう感じで取れるっちゃ取れるんですけど、基本的に使ってません。このままだとなんか上の部分が空いててもったいないなーって感じがするんで、こういう感じでね100円ショップでこういったものを購入してタオルを1枚敷いてクリップで留めればいい感じにロフトが作れるのでおすすめです。うちで使ってるのは他には、今はねここにはスキニーラットが入ってるんですけど、こちらねサンコーさんのシャトルマルチ60っていうのが割と使いやすいですね。スノコもなくプラスチックなタイプです。ただですねこの扉がこういった感じなんで、ここにね足を挟んだりするのが危ないので、やっぱりこういった階段がついてるタイプが好きですね。こちらのケージはワイドのペットシーツがちょうどいいんですけど、こちらはねなんか若干幅が合わない感じになっております。そこが欠点かな。こちらのサンコーさんの60シャトルマルチだとこういう感じでペットシーツを折って使うっていう形になってしまいますね。これさえねクリアできてれば結構いいお家なんですけどね。で次に犬小屋を改良して使うタイプですね。こちらはペットシーツだとワイドが2枚分の大きさのお家になります。この下の部分は犬小屋のもので、ここは100円ショップで買った網をくっつけただけになります。
ただですね、モルモット意外とジャンプ力がありますので、このぐらいだと余裕で飛び越えていってしまうので、モルモットによっては注意が必要となります。ここも犬小屋を改造してモルモットのお家にしております。で、この鬼貝はホームセンターとかで買って自分で取り付けて2階を作っております。次にモルモットの多頭飼いについてなんですが、メスは大きな喧嘩はしにくいと思います。我が家では今のところかさぶたができるほどの喧嘩は女の子同士ではしてないですね。オスなんですけど、オスは性格によっては多頭飼いすることができない子がちょこちょこいますね。例えばうちのこちらのモカ君とココタン、この2匹は他のモルちゃんが嫌いみたいで一人暮らししております。なのでね、多分女の子も男の子も性格によりきりって感じでしょうね。でもやっぱり男の子の方が喧嘩はしやすいし、ちょいちょいかさぶたができたりとかはしてますね。あまりにもひどい喧嘩をする子は分けてるって感じですね。かわいいな。お掃除はですね、私は仕事を行く前朝きれいにして、仕事から帰ってきて寝る前にもう一回お掃除するって感じですね。さっき掃除したばっかなんでそんなに汚れてはいないんですけど、モルちゃんですね、だいぶ排泄量が多いです。コロ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 したうんちをねいっぱい出すんでね、草食動物にとってはこうやっていいうんちを出すことが健康の目安になります。ちょっとね、あそこの隅が汚れてきてるんで、普段どんな感じでお掃除してるか見せたいと思います。まず階段を上に上げて、こちらのペットシーツを回収します。ゴミが落ちてるんでそれをほうきで全部拾います。そしたらですね、我が家ではこちらの次亜塩素酸ですね、これを少しシュッシュッシュッとして、何でもいいんですけど、こちらのコストコのパークランドのベイビーワイプでウェットティッシュですね、これで軽くささっと拭き取ります。取りましたらペットシーツ新しいのを敷いていきます。こんな感じでね、普段からお掃除しております。朝晩2回がおすすめです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。結構ねざっくりとした説明になっちゃったんでね、またこう一つ一つ掘り下げていこうかなとは思うんですけど、もしねこういうことが気になる、こういうところが気になるっていうのがありましたら、ぜひぜひコメント欄なんで質問お待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、モルモットのことについて気になるよ、モルちゃんの動画見たいなって思う方、他の生き物とかも見たい方いましたら、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。